皆さん、こんにちは。ジェトロサンフランシスコ事務所医療機器ヘルスケア担当コーディネーターの春山です。この動画は、海外ビジネスへの第一歩その前にというテーマで、日本からアメリカに進出を期待している医療機器メーカーの方々にお届けする内容です。まずはじめに、この動画の内容について簡単にご説明します。この動画は、アメリカへの医療機器の輸出、それから自社ブランドの導出、医療機器メーカーへ部品供給する製造業の方々、OEM ビジネスを目指している方々、ライセンシングアウトを計画している企業の方々、また、医療機器や福祉機器、健康機器などをオンライン販売でする方々に向けて作成したものです。次に目次をお見せしますが、その後自己紹介の後に具体的にアメリカでの参入方法についてご説明していきたいと思います。皆さんの多くは自社の製品についていろいろと知識はお持ちですが、実際にアメリカでどのようにビジネスをするかについてはあまり関心が高くないように思います。しかし実際には製品のことばかりでなく、その製品をどのようにアメリカで流通させるか、こういったことも知らないと、アメリカではなかなか成功の確率が上がりません。良いものを作っていれば売れるというよりも、儲かるものをどのように流通させるか、こういったことの方がむしろアメリカでは重要な場面も多いです。こちらがこの動画の目次ですけれども、2番目として、米国医療機器市場についてのご説明。3番、米国を代表する医療機器企業。4番、日米商習慣。5番、FDA 規制とビジネス。6番、情報収集と事業計画の立て方。7番、医療機器事業への参入方法。以上の内容でお話していきます。改めまして、この動画の対象としては、必ずしも医療機器の輸出に限らず、部品供給やオンライン販売など様々な方を対象に動画を撮影しています。製品は医療機器のほか、福祉機器、健康機器、美容機器、こういったところもアメリカでは医療機器に対象になる点が注意点です。改めて私はジェトロサンフランシスココーディネーターの春山と申します。私はこれまで日本とアメリカで医療機器や福祉機器のビジネスを多数経験してきました。現在はアメリカで医療機器のビジネスコンサルタントとして活動しています。これらの経験をもとに皆様に何かヒントをお届けするというために作成した内容です。アメリカの医療機器市場について簡単に解説をします。そもそも医療機器ビジネスというのは、一般の製造業と比べてメーカーと消費者をつなぐ間には多くの関係者が存在しています。例えば保険会社や医師、そういった方々の意見が大きく左右されることもありますので、一般消費財を作っているケースとは大幅に異なることがわかるかと思います。したがって実務経験がないとなかなかわからないことも多いのが非常にわかりづらい部分では言えるかと思います。まず、米国医療機器、福祉機器市場について概要をご説明します。医療機器と福祉機器では、FDA 承認や保険収載などの制度設定は似ていますが、流通制度やプロモーションの仕方、ビジネスの召喚集などが大幅に異なります。医療機器市場に関しては、アメリカの場合、市場の大きさや FDA の難しさだけが話題になりますが、むしろそれ以降ビジネスをどのようにやるかというところがアメリカでは非常に重要になってきます。アメリカ医療機器市場の日本との差ですが、日本では医療機器メーカーがドクターへ直接アプローチしてオペ立ちや技術サポートなどする機会もたくさんあるかと思いますが、アメリカでは
GPO という流通制度があり、日本とは少し違う事情があるかと思います。また日本では実際のビジネスは代理店経由ですることが多いですが、アメリカではそのようなことが少なく、先ほど申し上げた GPO 経由で商談を行って直接医療機関に販売するというケースも多いです。次に福祉機器市場についてのお話ですが、日本では医療機器に該当しませんが、アメリカでは医療機器として扱われ、その結果 FDA の規制の対象になっています。また販売は DME ストアと呼ばれるところでのみ購入することができます。この辺も日本とは大幅に違う仕組みがあることがわかるかと思います。世界の医療機器市場とアメリカ市場ですが、言わずと知れてアメリカは世界で一番大きな市場です。市場規模は約20兆円があり、日本と比べても3倍程度の市場規模と言われています。また人口が増えていることもあり、過去5年間で 30% 以上も成長している大変魅力的なマーケットです。世界シェアで4割以上があり、これもアメリカが世界で魅力的な市場と言われる理由の一つです。医療の最先端のアメリカでは、世界中から優秀なドクターが集まり、アメリカで研修を受け、やがて自分の国に戻り、そこで習った医療機器を使ってその国で治療を行うわけですけれども、そういう意味ではアメリカで使われている医療機器はその後世界で受け入れられる医療機器になるということが言えるかと思います。ではアメリカにはどのような医療機器企業があり、どうして医療機器市場が成長しているのか簡単にご説明します。大手医療機器企業の成長戦略は M&A を行って参入エリアを広げたり、またベンチャー企業を買収して新たなデバイスの導入を図るといったことで市場を拡大してきています。また医療機器の製造に関しては分業されていることが多く、必ずしも自分の会社の工場で作っているとは限りませんので、こういったところで日本企業が参入する可能性っていうのは非常に多く残されていると思います。皆様ご存知の通り、シリコンバレーを中心に医療ベンチャーはたくさん存在し、こういったところも市場を活性化する要因だと言えます。日本とアメリカの医療マーケットを対比したときに、一つ大きな差があると言えるのは、医療費が高額であるという点です。アメリカ国民1人当たりの年間医療費は1万ドルを超えて、世界でも突出しています。その主な原因は、高額な保険料、それから現場の高額な医療費になっているんですけれども、例えば一例を挙げると、日本人旅行者が、アメリカ滞在中に緊急手術を行い、一晩で5万ドルの請求が起きたという例もありますし、交通事故を起こした駐在員が1ヶ月間の治療で10万ドルを請求されたという例もあります。これらの多くは保険がカバーしますが、一方で保険の対象となられる部分も多く、やはりアメリカでは高額な医療費が大きな負担になっているということがわかるかと思います。またそれぞれの医師は診療報酬を個別に設定しており、保険を持っていれば一律の自己負担で済むという日本とは違って、最後になってみないと自分の負担分がわからないというのもアメリカの特徴かと思います。次に医療保険ですが、アメリカには公的保険と民間保険があり、主に公的保険はメディケア、これは65歳以上の高齢者と障害者を対象として設計された制度です。
メディケードは貧困層を対象とした社会のネットワーク、セーフティーネットワークとして考えられています。その一方で民間保険を中心とするさまざまな保険会社がありますが、例えば、民間保険会社は、それぞれいろいろな保険制度を用意しており、どのようなプログラムに加入するかによって、保険対象となる金額が変わってきます。したがって、月々の保険料を抑えるために、比較的安い保険に加入すると、実際に医療を利用したときに自己負担が高くなるというような制度設計になっています。次に保険償還制度ですが、診療報酬を決める組織と保険承認をつける組織はアメリカには別々に存在しています。で、実際の保険償還は各州が判断しており、承認の内容には差があることが注意が必要です。また福祉機器は医師の処方後、実際の使用者とそれから保険デバイスの供給者の間にはたくさんの人が関与するために、実際に消費者へのプロモーションを行ったところで、それら仲介に入る人たちの意見によって何が使われるかは変わることが多いので注意が必要です。次に流通制度と購買システムについてご紹介します。先にお話した通り、アメリカでの医療機器流通には共同購買制度が充実しており、その対応がとても大切になります。 GPO はコスト重視の流通体系に組み込まれており、各メーカーは GPO と契約することによって医療機関への紹介をしてもらえるという制度になっています。米国内には約600の GPO 組織が存在しており、各医療施設の9割以上が何らかの GPO に加盟しています。そのうち8割の購入は GPO を介して行われているということになっています。次に米国の医療企業について簡単にご紹介します。世界の医療機器メーカー上位にはたくさんのアメリカ企業が含まれていますが、今のところ日本企業は大手企業でも世界ランクの20位に入らないという規模感ですので、アメリカおよびヨーロッパの企業がいかに巨大かということがお分かりになるかと思います。その特徴ですが、アメリカ企業は大型の M&A で成長して、新規製品はベンチャー企業の買収によって取り込んでいくというような仕組みが出来上がっています。こういった企業との取引開始にはターゲットとする医療機器企業が現在求めていることを簡潔にまとめ、その解決方法として自社のサービスや製品がどのように貢献できるのか、こういったプレゼンテーションを用意して商談に臨むことが必要だと考えます。アメリカで売られる製品例ですけれども、一般消費財と比べて特にトレンドを意識する必要はありませんが、文化的な背景や感染やミスのリスクを減らす衛生管理の側面から、ディスポーザルプロダクトやオペキットにできるものは好まれる傾向にあると思います。また最近ではアップルウォッチが医療機器に認定されたり、 AI に関する FDA の方針が発表されたり、デジタル系の医療機器の申請が増える傾向にあります。これらは FDA による医療技術革新に関するサポート体制が非常に大きな理由となっていると思います。また参入に際しては必ずしも奇抜なアイデアである必要はありませんが、普遍的な技術、
例えば価格破壊を起こす、医療経済性を高めるサービス、使いやすさを追求した、または保険会社が喜ぶ製品など、どんなコンセプトでもいいですが、何が売りになるのか、そういったことが重要になってくると思います。次に召喚集についてお話しします。召喚集とは言葉だけでなく文化や慣習の違いから誤解を受けることのないように、まずは現地の召喚集について知ることが必要です。これはアメリカとビジネスする上でビジネスパーソンに求められるコミュニケーションの特徴について述べた内容です。一つ目が、日本では英語が話せるということが武器になると考えられていますが、アメリカでは英語を話せるということよりも、ビジネスを理解してもらえるということが重要視されていると思われます。2番目、アメリカでは契約社会ですので、約束事はすべて契約書に落とし込みされます。したがって契約書に書かれていないことは常に変化が求められるということであるとも言えます。日本人からすると口約束も契約書も、同じ重要性があると考える場面もありますが、アメリカでは、それらのことに関しては、朝令暮改と言われるぐらい、その状況に応じて変化することが多々あります。3番目は日本人の曖昧な表現が誤解を生むということですが、日本では努力も仕事の一つだと考えられていますが、アメリカでは努力ではなく実際にできるかどうかという約束が非常に大事になりますので、曖昧な返事をせずできるかできないかというような会話がとても重要になります。4番目は会議は決定の場、担当者に決定権をということで、日本では会議ではみんなの意見をすり合わせる場ではあったりしますが、アメリカでは、物事を決定する場と考えられていますので、その場に参加する人は会社を代表して実際に決裁できる人が参加することが求められます。最後に、パートナーの意識を持って交渉するという内容は、アメリカではサプライヤーとお客様が同等な関係というふうに考えられています。ですので両者にとって儲かるビジネスをするということが最終的なゴールと考えられています。もう一つ、アメリカで、契約についてお話しておきますと、契約とはまず最初に、書面で約束することのことを契約というふうに言われています。米国企業との契約書のレビューには、実際に何を受け入れてどこを交渉するのか、これは法律的観点と召喚集の2つの理解が必要だと考えます。また意外に日本企業に多いのは、英語を読めているが実際には何を約束しているのか十分に理解できていないというケースも多々あります。例えばですが、契約書の中に米国で販売可能な製品を納品することというふうに書かれている場合には、あらゆる法規を守ることを約束している場合もあり、FDA 承認を得ることにとどまらず、その他、アメリカの法律に合致していることを求められているという場合がありますので、注意が必要です。また、代理店との契約やレップの採用は、日本企業にとって米国事業での足がかりになると考えられますが、その先売れるためには、かなり契約以外の努力が必要になってきます。契約を交わせば自主的に熱心に取り組んでくれるわけではなく、引き続きメーカーとして代理店やレップに対して啓蒙活動を図っていくことによって、その契約が生きていくことになります。次に FDA 規制についてお話しします。 FDA 規制は医療機器ビジネスに参入する方にとってゲームのルールブックのような存在です。
知っていれば自社にとり有意な点も見つかりますが、知らなければ取引先とも同じ目線で話すことができませんので、知っておくことはどなたにとっても重要かと思います。例えば部品供給メーカーも自社が規制の最終責任者でないとしても、取引先にとっては重要なことであることは間違いありませんので、サプライヤーとして同じレベルで知識を持つことをお勧めします。 FDA の規制ですが、 FDA は安全性や有効性を検証することを仕事としており、米国民にとってゲートキーパーと言えます。また安全性の審査だけでなく、業界の技術向上にも関心を持って、さまざまなガイダンスや規制を作成しています。医療機器審査部門では、審査を医療機器を1から3のクラスに分けて判断しています。一見 FDA 申請は厄介のように聞こえますが、承認が得られればその市場での寡占状態が続く場合もありますので、必ずしも嫌がらずに早めに承認を取ってビジネスを成長させるということも必要になってくるかと思います。FDA の規制の対象になるデバイスは日本と比べても非常に多く取られています。理由は医療機器の見方の違いですけれども、日本では、医療機器でないものもアメリカで医療機器になるものがたくさんあります。その理由はアメリカでは使用目的が医療機器としての前提となっているため、例えば健康器具や美容機器、これらは人間に使用するものですので、日本では医療機器にならない場合でもアメリカでは医療機器として考えられます。先ほど医療機器はクラス1から3に分かれると申し上げましたけれども、クラス1は申請することによって上市が可能になります。クラス2に関してはあらかじめ FDA の承認が必要になりますが、この承認方法は使用目的に応じて過去に承認された製品と有効性や安全性の面において同等性が証明できるということで承認を得られます。一方クラス3に関しては、さまざまな工程を FDA とあらかじめ協議して決めていかなきゃいけませんので、時間も費用も長くかかるというのが特徴的です。次に医療機器の生産施設に関してです。アメリカで医療機器を売る場合には、海外で製造した施設もその登録の対象になります。日本では医療機器の登録、医療機器施設の登録は誰がその医療機器に対する責任を負うのかということを登録しますけれども、アメリカではその医療機器ができるまでの間に誰が携わったのかということでその対象になります。FDA の登録費用は年間5600ドルかかりますので、実際にアメリカでの医療機器のビジネスが行わない場合にはむやみに登録することは必要ありません。先ほど医療機器のビジネスに携わる人たちは生産施設登録をすると申し上げましたけれども、例えばアメリカでは14種類の立場の人たちが登録をする必要があるというふうになっています。例えばコントラクトマニファクチャラーといい OEM 供給業者、滅菌業者、輸出業者、輸入業者、それから製造業者、包装業者、ラベル添付業者、それから医療機器の再生会社、そういったところが医療機器の生産施設の登録対象となりますので注意が必要です。もう一つ、外国の医療機器メーカーにはそれぞれ US エージェントといってアメリカでの連絡先を登録する仕込みがありますので、アメリカでビジネスする場合には何らかの代理人が必要になってくるということです。また医療機器の登録するということは発売前の承認だけでなく、発売後の
約束もたくさんありますので、そういったところもあらかじめ知っておく必要があります。GMP と呼ばれ、医療機器施設として十分な安全性が保たれているか、またそういった施設は定期的な査察の対象となりますので、準備が必要と言えます。また万が一不具合を起こしたときには FDA の報告義務がありますので、そういったところも準備が必要です。次に情報収集と事業計画の立て方です。異国でのビジネス事情を得るには、今時インターネットでほとんどの情報は収集できますが、その中から信頼性の高い情報を分別するというのが非常に難しくなってくると思います。これまででしたら学会、展示会といったところで情報収集をすることができましたが、今ではこういったものが抽出に追い込まれていますので、むしろ、ネットワークを通じて情報収集をするということが必要になってくるかと思います。例えばですが、医療機器の開発においては、必ずしも日本とアメリカで同じデバイスが売れるとは限りませんので、製品によってはこちらの写真にあるようにアメリカの現場のドクターに実際に開発中のデバイスを見ていただいて評価してもらう、こういったことも情報収集の一つかと思います。次にパートナー探しですが、パートナーとは販売代理店だけでなく、製造委託先、研究機関、現地事情に詳しいコンサルタント、こういったところもパートナーの一つ考えられています。業界をよく知る人を探して味方につけることは、自社の成功度を高める上では最も良い方法だというふうに考えます。一つ現地での取り組みとして、こちらは、日本の医療機器開発製品を現地の医師に見てもらって、その使用感を確認するためのものです。実際にアメリカの試験施設で実施したものですが、デバイスによっては日米の医師の求めるものが違ったりしますので、このような取り組みも必要になってきます。いくつか成功例と失敗例を見ていきたいと思います。成功例としては、例えば日本の医療機器メーカーが日本のドクターと取り組んだ新たな主義に対応できる製品を共同開発し、それが後に海外の学会で評価された。それによって FDA を取得することによって米国での販売きっかけとなり、その後学会での発表から急激に販売が伸びたという例もあります。また販売方法の例として、販売代理店を通さずに医師や研究機関に直接売り込み、口コミだけで広げた例もあります。販売数はそれほど多くありませんが、これも一つの参入方法だということが分かります。また失敗例としては、代理店を探し契約したものの思ったように動かなかったと、契約後一方的に、ビジネスが成長すると期待しましたが、ある意味他人任せになってしまって、実際には全く売れることがなかったと。部品メーカーの例ですが、契約したものの、開発時に求められる FDA の要求事項に対応ができずに、期日までに納品ができなかった例なんかもあります。続いて情報源と計画作りですけども、さまざまあふれる情報の中から正しい情報を探すのはなかなか難しいことですが、正しい情報へのアクセスとしては、例えば FDA が発行しているニュースレターを購読する、保険に関してはアメリカの CMS と呼ばれる機関が発行する同じくニュースレターを購読する、診療科別には業界誌が存在しますので、そういったところを取り寄せるのも一つの方法かと思います。これまでのお話を聞いて、自社がアメリカで医療機器ビジネスを成功するには、優れた製品やサービスだけでなく、さまざまな知識や経験が必要なことが分かったかと思います。
こちらの進出パターンを示すように、必ずしも自社ブランドでの展開にこだわらずに OEM やライセンス供与、こういったところも成功する上では必要かと思います。次に製品別ですが、FDA では医療機器を使用目的で分類していますので、ビジネスでの切り口はたくさんあります。例えば診療科別に比較し、その分野での強みを作る、オペ室などで使用する場所に特化した戦略、備品か消耗品かという選択など、いろいろな方法が考えられます。例えばですが、日本ではリユースされるデバイスが未だに多いですけれども、アメリカでは滅菌などの手間を嫌がり、消耗品を求める傾向が強いと言えます。また、美容機器、健康グッズも用途によっては医療機器になりますので、注意が必要です。その一方で、同じ製品であっても使用目的を医療用にならないようにし、医療機器でないというビジネス戦略も考えられると思います。次に、最後になりますが、COVID-19 の影響について少しお話します。現在 FDA では、COVID-19 の影響によって、デバイスの審査が遅れている傾向にあります。その一方で、緊急使用許可といって、例えば酸素呼吸器、コロナ検査機器、ワクチン、マスクなどのプロテクション製品に関しては、通常よりも早く市場に出すことができるような制度が出来上がっています。また、コロナによって米国の医療機器市場に大きな変化が起きていますが、これらは例えば訪問せずにテレメディスンによって医療がどんどん増えてきたりしていますので、こういったところも今後の参考になるかと思います。最後になりますが、簡単にまとめます。医療や福祉のビジネスは、なかなか自らに置き換えることのできないことが多いため、そもそも難しいことがお分かりになったかと思います。まず、米国市場に関してはシェアが大きく、かつ成長しているマーケットです。アメリカで認められる製品は、結果として世界中で受け入れられる可能性が広がります。保険制度については複雑ですが、この国でビジネスをする上では理解が大切です。FDA は、アメリカでは医療機器だけでなく、福祉機器、美容機器、健康機器もその対象になります。使用目的に応じて FDA の承認を得る必要が出てきます。その一方で、FDA がどのように承認するかによっては、自社の製品の市場価値が大きく変わることはありますので、注意が必要です。召喚集としては、米国でのビジネスは、その違いを知ることによって、相手の関心事や立場を理解できるということで、商談がスムースに進むことになりますので、理解を深めておくことが必要です。また、ビジネスのパートナーの関心を知った上で、市場の川上から川下までを理解して、事業計画を立てることが求められています。参入方法としては、自社の適性を踏まえ、得意な点を生かす計画を作ることが必要です。苦手な点はパートナーを探し補っていくことが成功の秘訣です。最後に、部品供給や OEM であったとしても、FDA の知識は欠かせない。これはパートナーである企業が FDA の視点で皆様にいろいろと求めてくることが多いということです。以上になりますが、何かわからない点等がありましたら、またジェトロサンフランシスコのコーディネーターの方までお尋ねください。ありがとうございました。